始めたし。ということで今日は夕飯。暑いのよ沖縄がね。思った以上に暑いけど肌にいいよ。もう食べていいよ。今ね、あの夕飯を頼みました。これもずくですよね、うん、これね、うん、つゆで食べるんだって。美味しいご飯を沖縄今日料理のね居酒屋さんに来てるので。そうです。ちょっと、美味しい、美味しい。わさびと入れてた、いきなりね、オープニングから食べるパターンってあんまりないんですけど、最高。ちょっとなんか酸っぱくない？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 うん、まっ。見てみよう。すごいです。これ、いっちゃん、お父さんのもずくでございます。これを、沖縄の人たちはですね、そうめんのつゆで、めんつゆで食べるんです。そうなんだ。ちょっと暑くてですね、冷やしたタオルをのせてます。カチューシャかと思ったんですけど、こちらの方は首に親父ですあまりの暑さに。なんか沖縄は思った以上に暑いんですよ。暑いんです。はい、続いてこれはゴーヤのスライス。ゴーヤのスライス、うん、いいね。もう暑い夏にはもう夏バテに完璧です。うん、続いてこちらはですね、豆腐のサラダでございます。やっぱ頼むものがヘルシーよね、私たち。私たち、あこれトルタコップ、うん、これどうやって食べるんですか、りっちゃん。海苔に巻いて、お醤油つけて、ちょっと巻いてもらっていいですか。はい、もずく来た。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。カレー玉、もうザルそば的な麺がですね、うん、こうやって的な、うん、こうやって巻いて、これでもお醤油ちょんちょん、うん、絶対美味しいやつ。食べてください。でも塩分も必要だよね。ミネラルたっぷり。人間はね、塩で塗ってます。美味しいです。失礼します。もずくの天ぷらです。甘さが好きだ。
もずくです。初めてだよ。こちらのソースとお塩つけてるので、うん、お好みで使ってください。もずくの天ぷらなんで、でも絶対塩がいい。沖縄の人結構天ぷらにソース使うんですけどね。ぜひちょこっとでもつけてください。塩塩もちもちして塩ちょっと塩で食べて。ソースつけようとしたら塩で食べるとこれがまずない。はははで、もずくの香りがするかどうか感じで、そう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 、ね、ソースつけちゃうとソースの味になっちゃうからね、簡単なんじゃ。そうなんです。おいしいよ。おいしい。うん、いい。仕上げの時間です。やっと落ち着いてきたお腹が、ね、ただ私たち黙々と食べてるだけなのに、一気食いした、ね、これただ食べてるのをまた出すでしょ。あ、そう間違いない。出されます。ほら、いちいち3本あ、もちろんですよ。じゃあ、もうお久しぶりです。お久しぶりです。どうもお待たせしました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。ことでここの店主そうね、映してます。店長さんです。よろしくお願いします。ここお店は名前はヤンバルヤです。ヤンバルヤです。意味は何ですか。ヤンバルは山に原って書いて、うん、田舎の総称なんです、うん、あ、だから地域名ではなくて、ここから上が全部ヤンバルっていう、はい、おいしい。大体読みたいから上だね。そうですね、沖縄本島の田舎から上がヤンバルっていう。本田村に来たら皆さんここにぜひ全品外れがなし。完璧です。こんなお酒いっぱいね、とてもいいお店ですよ。外もいい感じで。私たちは今日は女子会ありがとうございます。お世話になります。はい、これも生まれて初めての食べ物なんですけど、そうめんチャンプル、そうめんチャンプル食べたことない。沖縄料理だから、リカコ姉さんあんまり食べてないんだね。だってほら沖縄に来るあれがあんまりいないから。そっか。そうっていうか、この器さ、今日そうそうそう、今日じゃない、今日だけど、うん、さっきの小皿も可愛かったね。先日アップしたお皿の、うん、そうです、そうです。この焼き物は何て言いましたっけ。やちむん、やちむん、やちむん、忘れるね。そうめん、やちむん。そうめん、ね、そうめんチャンプル、チャンプル食べてみよう。チャンプルーはこう、お茶混ぜ、チャンプルーはお茶混ぜ、混ぜ混ぜ。これどうやって味付けするんですか。これは、他のところはそうめん以外の時に、まあ、水洗いして炒めて、調味料はお店によって違うんですよ。でやるとどんどん生になる。そう、生になるから、生にしないようにどうしようかなって思った時に、最初から味付けをタレを作って、でそれをかけてこれを詰めていく。あー、でも切り手を。なるほど。もう一個ここにすんごいなんですけど、これ何ですか。1個先生、何それ。これ豚の足、豚の足、豚の手や。ってことは、なんだっけ、テビチでーす。豚足のテビチの唐揚げです。私、豚足苦手なんだよね。でも、唐揚げに見えないから食べれるかも。どうやって食べるんですか。これ、中に骨があって、切らないで、これを切って、こっちもらっていいですか。しゃぶよ。しゃぶって、手を取り出したら、こっちもらっていい。こちらです。怖いよ。イギリスセット OK です。あんまり好きじゃないんだよな。おかしい。どんな味がするの。見てください、このコラーゲン。コラーゲンじゃない。ありがとう。これがコラーゲンイコール油ですから。そうです。あれ、いや、ちょっと飲まないよ。なんで飲まないよ姉さん。だってもっとちっちゃくてさ、うん、なんだ、食べてたことないんだもん、それ。あんまり得意じゃなくて。で、チップポッチ入れて、これ、骨ついてるから、手がついたから、それを、でもこれ、骨ついてるみたいな、今のところで、こう、なんかかもしれない。じゃあ、あ、あるかもね。ね。あ、あるかもでしょ。しゃぶって、うん、当てよ。うん。手に出すだけ。はい。ここね。
出しました。そういうことですね。どうですか、やべ、聞けました、聞けました、いいですよ、嬉しいよね。そうでも沖縄の人はすごい肌も綺麗だし、だいぶさ、マスクとかいないよね、それがいいね、おいしい、癖になる味。夕飯私たちはこんな感じでいただいております。食べたら家に帰ってデザート食べます。食べたこの量すごくない。なバナナちゃん、バナナ3本くらいでいいと思う。すごいいい音で、すごいでしょ、全部手作りです。めっちゃ辛かった？いや、いいんじゃない？すごい。最高だよ。何入れたの？枝豆に桃屋さんの食べるラー油を絡めてみました。最高です。量が多いんで、一瓶です。一瓶です。今日のつまみ。つまみ。私は体がほてっちゃったんで、最高。ぜひ、ひーちゃんの冷蔵庫の時に、アイス、我が家の、自家製バナナでアイス、うん、私はマグロのポキー。今日はちょっとしたお客さんも来るんだよね。そうです、楽しみだね。ということで、愉快な今回の昭和カシマシガールズがカシマシ娘これでチェレ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 あわおいしい、マグロを出したらスパチュラ、美味しい、最高、やっぱりこれ私もね、おいえ最高ですね、うわー、よかった、最高、うん、やったー、うん、今作ったでしょ、うん、今作った、うーん、うん、いい、うまっ、うん、やるま、バナナとベリーだけだよね、すごい、しかも両方とも日光農園で、そう、元は最高、お家で作ったやつ、お家で作ったやつ、うん、やみー、このベリーの粒々も最高、ね、うん、一気に体冷えたね、うん、あ、よかった、うん、うまー、